トモイキチャンネルへようこそ。どうもトモイキです。フィルノさん、東京アイドルフェスティバル2017への中国四国ブロック代表としての出場おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。いや本当にマジでめでたい。マジで嬉しい。マジでやばい。いや本当にねもうすごい今テンションがもう胸が高鳴りまくってる状態なんですけども。 そもそもね東京アイドルフェスティバル2017っていうものが何かっていうのを、まあ、軽くご簡単にご説明いたしますと東京アイドルプロジェクトっていうところがあるんですけどその東京アイドルプロジェクトさんが主催する行う日本いや世界最大規模のアイドルフェスティバルこれを東京アイドルフェスティバルっていうんですね。 でまあ、結構例年行われてきてるんですけれども、今回が2017年の,その東京アイドルフェスティバルが行われるということで、結構ね、本当に世界最大規模っていうからには、まあ、それにふさわしい、えー、素晴らしいね、えー、アイドルのグループさんが、そうそうたる面々が結構並んでおります、まあ、例えばですね、HKT48 さん、でパスポさん、アイドルカレッジさん、アップアップガールズ過去カりさん。 あとはねぎっこさんとかあのバントじゃないもんさんあと普段塾さんなんかもえすでに参加が決まってるみたいですさらにですね HKT48 の指原莉乃さんがですねこの度の東京アイドルフェスティバル2017のチェアマンに就任したそうですなんでねかなりこの夏盛り上がる祭りフェスティバルフェスじゃないかなと 思いま,すまあそこにですね我らがフィールネオさんが出場するということで本当にもうめででたいいい嬉しいことでございますえ出場が決定したのはですねつい昨日の5月の4日なんですけどもまあ地方予選、まあ、地方予選っていうか地方選抜大会があるんですよ。はい、で、まあ、各ブロックね その関東とかいろいろそのブロックに分けて各そのブロックに1組ずつ出場ができるとねその特別枠としてね。はい、なんで、まあ、結構かなり厳しい。 戦いでありましたもちろん出場されてたグループさんも結構いらっしゃったんでその中から更、えー、に予選をして決勝をしてそれで出場がやっと決まるっていうね本当に激しい戦いの中、えー、見事フィルネオさんは勝利して出場を決定されました。 まあですねこの全国選抜ライブっていうまあそれがえ中国四国ブロックをまあフィールネオさんが制したその大会まあイベントみたいな感じなんですけどそれがまたねアイドル東京アイドルフェスティバルの中に入ってるんですけどもまあですねもう123あともう5個は決まってるんですよ5ブロック決まってて残り3ブロック枠は3つということでえまだねこうまたアイドルさんたちが戦って出場できる方を決めるんですけども。 えまあね、中四国ブロックはですね岡山代表のフィールネオさんが取、えーね、っていただいたということで、まあね、フィールネオさんについて少し、えー、お話をいたしますと、えー、まあフィールネオさんはですね今私、友幸が本当に一二を争うぐらいにあのー、ご利用しているちょっとモチベーションが高いアイドルさんでございましてあのね本当にね地方アイドルとあなたれもうダンスアドル 歌パフォーマンス面では多分どこにも本当に負けないレベルでも俺まあその推しだから推しグループだからっていうのももちろんあると思うんだけどあのパフォーマンスの面では俺は中国四国ブロックの中ではずば抜けてたと思っておりますなんで本当に歌唱力も一人一人あるしダンスのキレもすごいし本当にね地方アイドルとは思えないほどの実力を持っていますそそしてですねれ、まあ、れぞれ メンバーさんもです、ね、個性がねあってしかもそのまた皆さん可愛さが違うんですよこういう可愛さがあるなこういう可愛さがあるなってまたこう全然可愛さがね違って個性もそれぞれで本当に見てて面白いで地方アイドルっていう、まあ、言い方も俺はあんま好きじゃないんだけどあのその、ね、地方ならではの、ね、まだこうあんまりダッとメジャーに出てないがゆえの距離の近さっていうのはやっぱりすごいですはい。 もうあの結構いろいろねあの僕もねこういうチェキとかをいろいろ取らせてもらうわけですよこういう風うに、まあ、これは違うんですけどこ,のこんな感じで中にいろいろあるわけですけどもこういうチェキをいろいろ取っていくんですけどもあのチェキの、ね、距離感もそうだし会話内容もやっぱり濃いんですよねだからもうすごい認知もしてもらいやすいしすごい楽しいっていうのもやっぱり1個あるのかなと。 思いますそしてまたライブではまた違った顔も見れて迫力のあるパフォーマンス熱、ね、気あふれたね楽しいライブが見れるということですねで楽曲もまたいい曲が多いんですよめちゃめちゃいい俺的にはね迷うんだけど <laughs> どれがいいかって言われて迷うんだけど俺が一番好きなのは「アンコールラビット」っていう曲があるんですけど YouTube にも結構ライブ映像とか載ってるんでえぜひぜひそちらの方チェックしていただきたいと思うんです。OK はいオッケー、やめよう。<laughs> や,めやめよう、こんなのやめよう、ねはいまあ。というわけで、あのそんな感じで、あのこれね、アイドルさん、こんな感じでございますよ。はい、ちょっと今、いろいろテレビで映っち,ちゃってるけどね。切ろっか、一回テレビ切ろっか。テレビ切ってもそんなマシンにならなかったら <laughs>。こんな感じでね、えー、皆さんこう個性も強いし、で、これが、えー、本当にまたねで、6枚目のシングル、で、丸三角、真四角。こちらはですね、あのオリコンではですね9位に。 えなんとランクししましたなんでねやっぱりまあこの東京アイドルフェスティバルにも出場するっていうのも一個注目点なんですけどもどんどん本当に多分今後フィールネオさんは、えー、かなり注目度の高いアイドルさんなんじゃないかなと思っております。はいというわけで、まあ、今回はこんな感じで、えー、まあ終わりたいと思うんですけども本当にですねあの まあ会場にはその予選、決勝ともども会場には行けなかったんですけどもあの一緒なんですよね、予選も決勝も一気にやるんですけどもその会場にはちょっと参戦できなかったんですけどもあのショールームでやっててでそれで投票もプラスされてたんでそれで参加したんですけどもまあ最後ね、優勝フィールネオって言われたときねちょっと泣いたよね <laughs>、本当にねあの涙もろくなったね、最近ね <laughs>。本当にうん いやでもね本当にそれぐらい嬉しかったです、自分のことのようにね。いや、本当に、えー、フィルネオさん、おめでとうございます。そしてですね東京アイドルフェスティバル、ぜひぜひ行く方は、ですねちょっと僕も今行く予定を調整してるんですけども、行く方はぜひぜひフィールネオさん 注目の、えー、今アイドルさんだと僕は思っているのでぜひぜひチェックしてみてくださいそれではまた次の動画でお会いいたしましょうまたですねあのアメーバブログの方で、まあ、このことに関しては詳しくいろいろ書くと思うのでぜひぜひよろしくお願いいたしますアメーバブログの URL のリンクの方も貼っておきますそしてショールームインスタグラム755なんかもですねいろいろやっておりますのでぜひぜひそちらの方もですね、えー、私の友もゆきの方の、えーね いいいろろチェックしてみてみくださいあとですね、フィールネオさんもあのショールームやってるので、そちらの方もぜひぜひチェックしていただきたいと思います。Twitter とかもやってますんでね、フィールネオさん。さあ、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。アディオスバイナラアメアブログ書くから見てね言われるののっけとくからね、いいねとかいろいろしてね。バイバイアディオスバイナら。